はい、皆さんこんにちは、神コンブキングダムです。本日はフォールガイズを、やってみようかなと思います。最近なんか人気になってるので、やってみようかなと思います。一応スチーム版の方を購入したので、そちらの方でやっていきます。まだ2プレイです。このゲームは60人かなのなんか対戦みたいな感じのゲームとなってきます。はい、まず1つ目の遊びはゲートクラッシュです。と多分ゴールまで誰が早くたどり着けるかみたいなゲームです。42番目までに、ゴールできればいいって感じですね。ああ。なんか33番目ぐらいかなにゴールできたので、多分次のゲームに進める感じですね。で、どんどんと人数が多分少なくなっていくので、それ以内にゴールをしないといけないみたいな。次のゲームも、レースですね。シーソーか。これも先ほどと同じで、ゴールまで、何番目か、31番目以内にゴールをしないといけないみたいな感じですね。で、シーソーなんで、傾きを利用しながらと、これはまたやばいけど、で今のところで多分中間、これだと今いけないけど人が増え、でまた中間ですね。はい、早かったけど、セーフ。落ちなかった。もう3人ゴールしてますね。人がいないと、割と進みやすいです。人の多いのセーブを。10番目にゴールですね。これで次のゲームも進めるポイントです。で、まだ全員ゴールってか31人ゴールしきれてないので、人のを見てっていう感じですね。多分ゲームクリアしたりして、こういったアバターが別の解放できるようになっていくと思います。で、今自分はまだ始めたばっかなんで、初期のこのキャラしかいないです。はい、では続いて第3ゲーム参ります。
第3ゲームはチーム戦ですね。チーム戦でエッグスクランブルっていう多分ゲームで、多分卵かを自分の陣地に入れるのかな。自分黄色っぽいんで、持ち方がわからん。どうやって持つんだ。足引っ張ってる。持ち方がわかんない。持ち方がわかんない。完全に足引っ張ってますね、自分。何ボタンに持つんだ。操作を最初見なかったせいで持ち方が分かんないため、相手のをパクれるのかな。3、スチームだとどれで持つかちょっと分かんない。何も活躍できず終わる。LT ってこれ、これかな。違う。あと10秒しかない。一回もちょっと持ち方が分からず終わってしまいました。 LT を押したんだけど、ね、まあ残念ながら今回は3つ目までで、おまだあるなんかいけるみたいなんで次にやってみます。レース遠い。なぜか知らないですが残ったのかな、敗者復活とかなのかちょっとわかんないですけど、付き合っていきます。なんか正規ルールとしかいけないみたいな感じですかね。じゃなくて人のかなんで、まあ終わりですね。詰めで終わってしまったので、まあ今回の動画はこの辺にさせていただこうかなと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。